皆さんこんばんは。こんばんは。ありがとうございます。札幌から、来ました。札幌出身、札幌シンガーソングライターの、18歳ニナと申します。今日は初めてここで歌わせていただくので、とっても緊張して今心臓が本当に飛び出そうなんですけれども、心を込めてですね、歌わせていただきますので、たくさんの方に届いたらいいなと思って、今日は30分間、たくさん歌わせていただきます。それでは次の曲は私のオリジナル曲なんですけれども、5月12日にファーストミニアルバムのドリームというですね、CD を出して、その中から、今日はオリジナル曲次に歌わせていただきます。限りある時間の中で曲です。聴いてください。一緒にいたい、二人笑い合う。
改めまして、リナと申します。自称ちょっと何言ってんのこいつって思うかもしれないんですけど、神対応としてですね活動しておりますので、皆さんよければリナイコール神対応で覚えて帰ってくれたら嬉しいなと思います。知ってる人いますよね。最近は神々。そうなんですよ。最近神対応なんですけど、結構 MC で神対応とよく言われておりますので、皆さん、付き合ってくれたら嬉しいなと思います。で次からはですね、ちょっと明るめなですね曲のカバーと私のオリジナル曲を歌いますので、皆さん一緒にですね盛り上がってくれたら嬉しいなと思うんですけど、今日は札幌ですか。皆さん札幌の人手を挙げてください。札幌、はい、小樽ですか皆さん。あれ違うの。あ、小樽から来てくださった、小樽の住人の方も札幌の住んでる方も私のためにですね JR なのか車なのか分かんないですけど来てくださってありがとうございます。そして初めて私を見た方もいらっしゃると思うんですけれど、今日はですねCD の物販も、いろいろありますので、ぜひぜひ買ってくれたら嬉しいなと思います。で次からはちょっと赤い目のね歌を歌いますので、オリジナル曲に限ってはたくさん乗ってくれたりとか手拍子とかしてくれたら嬉しいなと思います。それでは、2曲続けて聴いてください。
まして、りなと申します。神対応しがっております。よろしくお願いします。私はですね、去年の、6月から、ライブハウスとかで活動し始めて、今はもっともっと上に行って大きなステージをできるようにですね、たくさんの人に届けれるように今活動を頑張っておりますので、本当に一人の方がいいなってちょっとでも思ってくれたら今日すごく嬉しいなと思います。で、次で最後の曲に何になるんですけど、すいませんかって最後の曲になるんですけれども、長いですね。ちょっとさっきバンドの方がいたんですけど、なんかね、ちょっと温度差どうしたらいいんだろうってちょっと思ったんですけど、ね、盛り上げてくださって本当にありがとうございます。で、本当に、自分でやってても本当に短いなと思うぐらいすごく楽しく自分はできてるんですけど、お客さんはちょっと分からないですけど、大丈夫ですか自分は楽しくできて、本当に今日小樽でここでできてよかったなって、思います。で、次歌わせていただく曲が私のオリジナル曲、一番大切にしている曲で、会えなくてもという、なんかちょっとイントネーションおかしくなりましたけど、会えなくてもっていう親友にですね送った楽曲で、私、その夢に追う始め、夢に追って出会った子がいるんですけれど、その子のおかげで今こうして活動していられるんですけれども、その子が、北海道で一緒に頑張ってたんですけれども、離れ離れになってしまって、で、寂しい気持ちもあるんですけど、その親友が頑張って旅立っていったから、私も応援したいなっていう気持ちを込めて作った曲で、本当に一からですね、歌詞も本当に大切に作ってるし、メロディーとかも何回も作り直したりとか、あとコード進行とかもね、マネージャーと一緒に作ったんですけれど、本当にいろいろ悩みながら作った楽曲になっていますので、皆さんに伝わるといいなと思います。それでは最後の曲聴いていただきたいと思います。CD もぜひぜひ買ってください。今日は本当にありがとうございました。みなでした。少しさ
ありがとうございました。みんなでした。これから来てくださった皆さんも、初めての方も本当にありがとうございました。最後まで楽しんでいてください。ありがとうございました。